公園寺。公園寺は、東京都杉並区にある地名、地区名、地内にある、相当州の寺院、野道を山公園寺に由来する。交渉町名としては、公園寺駅を中心とする JR 中央線、北側に、公園寺北、公園寺北一丁目から四丁目、南側に、公園寺南一丁目から五丁目が存在する、いずれも住居表示実施済み区域。 南北ではおおむねわせ田通りから、青梅街道までのエリア。東は、中野区中野、西は、杉並区阿佐ヶ谷に接する。行政上の公園寺は、東京都道318号環状7号線、環7通りの東側にも及んでおり、交通アクセスとしては、中野駅の方が近い場所もある。地域内にある桃園川は安居化されていて、川もは見えず、上部は緑道などになっている。 公園寺駅など駅周辺と幹線道路沿いには店舗が多く、その周辺は住宅街である。一戸建て住宅の他に家族向けマンション、学生、独身者用のアパートやワンルームマンションも多く、一人暮らしの若者に人気がある。大規模小売店舗は少なく、工述するように公園寺駅周辺は商店街が発達している。若者向けの医療品、 古着や雑貨店に安価な混雑の飲食店、書店、古書店、小さなライブハウスなどが目立ち、特に休日になると多くの若者で賑わう。新しい店の新陳代謝は激しいものの、戦前からの老舗や古くからの名店も多い。1923年、大正12年創業の天米仮想本店の、腰庵入りの大きめのみたらし団子、おかりばもちは、 江戸幕府三大将軍の徳川家光が、高刈りの途中に、野道を鳥山公園寺へ立ち寄ったという古事を由来に、している。1960年、昭和35年創業の喫茶店、鳥屋の宮、東京の沖縄料理の老舗の一つ、抱え瓶、またイスニックブームが到来する以前から存在する、インド東南アジア雑貨店、元祖中屋無限堂、 東京におけるカフェ文化の先駆けとも言える、よちょめカフェなど文化的特徴のある店が存在している。東京メトロ丸の内線東公園寺駅近くには公園女子学院と公園寺カトリック教会がある。杉並区の人口統計によると、人口に占める20代から30代の若者の比率が多いとされる杉並区内の中でも公園寺周辺が際立って高くなっており、 杉並区内139外区中、公園寺南2丁目が1位、公園寺北3丁目が3位である。ねじめ小1の公園寺順上商店街は、当地の雰囲気を綴った小説である。公園寺駅北口にある公園寺銀座商店街は、小説観光後に公園寺順上商店街を愛称に採用した。地域北部で1丁目から4丁目まである。 北隣は中野区大和町との方。東部は中野区中野に、南部は JR 中央線の線路を境に、杉並区の高円寺南と阿佐ヶ谷南にそれぞれ接する。西隣は杉並区阿佐ヶ谷北である。高円寺北一丁目と二丁目を分ける形で間七通りが、縦関している。高円寺駅の北側にあたり、駅周辺に商店などが広がるたは、住宅地になっている。 地域南部で1丁目から5丁目まである。北側は JR 中央線を境に、杉並区公園寺北となっている。東部は中野区中央に接し、南部は大梅街道を境に、杉並区の和田と梅里にそれぞれ接し、西部は杉並区阿佐ヶ谷南に接する。公園寺南1丁目及び5丁目と2丁目及び4丁目を分ける形で間7通りが縦貫している。 公園寺駅の南側にあたり、駅周辺に商店などが広がる田は、住宅地になってる。かつては、公園寺村と呼ばれていた。それより、以前の江戸時代初期まで当地は、小沢村と呼ばれていた。江戸幕府三大将軍、徳川家光が高刈りでしばしば村内を訪れ、村内にある、野大鳥山、公園寺を、たびたび休憩に利用した。家光はこの寺院が気に、入り。 ついには境内に仮御殿が作られるようになった。そのような経緯からやがて寺の名前が有名になり、昭和年間の頃には、当地の地名が小沢村から寺の名前にちなみ公園寺村に変更され、これが現在の公園寺の地名のルーツになった。現在の公園寺は公園寺駅を中心に、住所表記上は公園寺北と公園寺南がある。これは、 戦後の町名変更に基づくもので、それ以前の高円寺は、野道を鳥山、高円寺、総当州を中心に、駅の南北ともに、高窓、旧高円寺村だった。高円寺と阿佐ヶ谷の間には馬橋、旧馬橋村があり、馬橋が町域変更によって高円寺及び阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷に併合された際、南北に町名が分かれた。馬橋三丁目には、 小林滝寺が1931年、昭和6年に移り住み、母や弟と共に暮らした。馬橋は小学校名、神社及びバス停留所、飛ばす、京王バスの西馬橋停留所のなしで残っている。公園寺駅南口にある、氷川神社境内に、日本で唯一の気象神社がある。1938年、昭和13年に現公園寺北4丁目。 旧馬橋四丁目に設立された旧陸軍気象部陸軍気象第三連隊東西中校内で1944年昭和19年4月10日に造営、奉仕された。翌1945年昭和20年4月13日に空襲で消失。終戦直後に再建されたが、終戦後、新党司令により廃棄されるはずのものを、 旧陸軍気象部だった人たちが中心となって、連合軍州協調作局に申請し払い下げを受けて、現在の場所に移設されたもの。戦時中は、陸軍気象予報担当者が予報が当たるよう毎日、お参りをした。旧陸軍気象部は、その後気象庁気象研究所となり、現在は、茨城県つくば市に移転し、跡地は、馬橋公園となっている。また一丁目には、 公園寺天祖神社がある。毎年8月下旬、最終の土曜日、日曜日に、公園寺駅前の通りなどを舞台に、東京公園寺阿波踊りが開催される。開催年を減るごとに知名度が上がり、現在では、阿波踊りの本場である、徳島県からも、集団参加が見られるなど、遠方からの参加者も多い。見物客は、本場徳島の阿波踊りを超える120万人以上と、 され、駅構内や周辺の店舗での大規模な混雑を伴う。約1万人の村地が次々に踊り歩き、東京の万華の風物詩として定着している。公園寺地区には17の商店街がある。公園寺北中通り商店街は、2010年、平成22年10月2日に発売された、プレミア付き杉並区内共通商品券。 地域振興圏であるナミス化粧品圏を早朝から行列を作っていた客のほぼ全員に誤ってく販売して自ら損害を被るという失態を演じた。翌日の3日に杉並区役所からご販売事件が公式に発表され、3日の有感各種の地方版で報道された。2017年。 平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。作中では公演時と明言されていない単なるロケ地である等物を含む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。